さんこんにちは、はじめましてふーちゃんです。まず一つ目は私の夏の普段着ですかね。こちらの T シャツには知事のアプリケがついています。立体的でふわふわで可愛いです。このコーデに合わせるカバンはこちらのリュック、三鷹の森ジブリ美術館とアウトドアブランドのフォックスファイヤーさんがコラボで作ったものです。ベージュからし色の色味にカラフルな美術館のキャラクターが刺繍されていて本当に可愛いです。ここにまたピンクのミルクトレをつけるとジブリ美術館最強つよつよリュックになります。実は T シャツのワンポイントとリュックとこのスニーカーの色合わせているのですが、わかりますか？全部見せようと思って試行錯誤していたらいつの間にか呪術廻戦のエンディングみたいなポーズしてました。伝わりますでしょうか。それでは次です。続いてはこちら、全身グレナイの豚コーデです。この上に羽織っている総柄の前焼きワンピース、実は元々の商品を自分に似合うようにリメイクしたものなんです。背が低いので丈の長さを短くして、襟元はクルーネックに変えました。なので既製品とは同じデザインではないので要注意です。すみません。ウエストがこの後ろのリボンでキュッと絞れるデザインが形綺麗に見えるのですごい好きです。あとワンピースですがポケットがついているんですよ。ポイント高い。あ、後ろに見える窓からはアドリア海が見えますよ。ぜひぜひ好き。 T シャツはもちろんホテルアドリアーノ、この形が欲しすぎて発売日友達に頼み込みました。代行してくれてありがとう。それはロールアップしてますがトルコがいます。そしてこのコーデに合わせるカバンはこちら、カジュアルな黒のボディバッグです。軽薄な赤のサボイヤがよく入る。このキーホルダーは1100円とは思えないクオリティでとっても造形が綺麗なんですよ。見て見て。ありがとうございました。イエイ。3つ目はこちら、白いふわふわブラウスと黒のプリーツスカート。おや、一見ジブリグッズ身につけてないじゃんと見られそうですが、何の作品かわかりますか？ヒント、答えのアクセサリーです。そしてこちらを羽織ります。カルちゃんのジャケット、つよー。筆にプリントされているいろんな表情のカルシファーが好き、かわいい、好き。胸元にはお城もいます。そしてこちらに合わせるカバンは、うわー、こちらも強い。自分で手作りしたハウルの動く城の扉のあそこバッグです。あそこです、あそこです。わかりますか？あそこです。実はストラップにカルちゃんもいます。このカバンをひっくり返すと、あれれれ、台無しだ。リングをつけて、ジャケットの背中もすごく可愛いので見てやってください。こちらなんだかまたジブリっぽくないような子が入ってきましたね。実はこちらの黒のロゴ T シャツ、アニメージュと印刷されています。雑誌アニメージュとジブリ展の初期、最近ではなくコロナ前に発売されていた限定品です。ドローンをつけて音楽を聴いて振り返ると、はい、出ました、インパクト大のナウシカ様。アニメージュの表紙がそのまま背中にプリントされています。
これがいわゆる背中で語るというやつですね。かっこいい。そしてもちろん合わせるカバンはこちら、たくさんのナウシカの表紙が集まっているトートバッグ。ここでしか見られないデザイン、実はつけている腕時計エヴァンゲリオンとアイスウォッチコラボのものです。ウォークマンには2号機のシールがついています。よって今回のコーディネートのテーマはナウシカとエヴァンゲリオンで、庵野秀明さんのコーデ。5つ目です。やっとツイッターやインスタグラムのふーちゃん像が入ってきたのではないでしょうか、知らんけど。魔女の宅急便のパンリースのワンピースの下にふわふわのスカートを履いています。回ると可愛い。ピアスはこちらイエローシリーズのジジちゃん。この赤いお花と黄色の本体の色合い、ゆらゆらしたら好きでしょう。髪の毛はふわふわに巻いて朱色のインナーを着ています。胸元のワンポイントパンリースきちんと刺繍してあるので見てほしいです。そして腕時計は魔女の宅急便30周年記念で G-SHOCK さんとコラボのものです。店番中のキキちゃんがいて、光るとグーチョキパン店の看板が出てきます。かわいい。まだまだ合わせたい。やっぱりキキちゃんといえば赤色のリボン。リボンは持っていないので赤色のカチューシャと、でもこの服装だとベレー帽も捨てがたいな。皆さんはどちらがお好みですか？合わせるカバンはこちら、ドクターマーチンのハート型のカバン。ごつい黒の本革ですが甘いハート型。この絶妙なバランスがたまりません。黒猫のジジのカラビナをつけるとセット感がすごいです。相性バッチリ。大好きな魔女の宅急便コーデ完成です。6つ目のコーデ、ハワイアンシャツ隣のトトロと書いてありますが、こちらのシャツどこにトトロのモチーフが書かれているか分かりますか？よーく見てください。葉っぱと葉っぱの間に白い小トトロや真っ黒クロスケ隠れてるの分かりますか？どんぐりや虫さんたちもいますね。結構リアルです。つけたいアクセサリーはこちら、ショートトロとイチゴです。かわいいね。夏の小物としてやっぱり麦わら帽子はかぶりたい。おっきい黒いリボンがついているこちらの麦わら帽子、すごいお気に入りなのですが、なんかかぶり方ちょっと変ですね。合わせるカバンは三鷹の森ジブリ美術館まんまユート団のオリジナルトートバッグです。ジブリ好きさんがよく持ってるやつ、よく見るやつ。私のは年季が入って結構ボロボロです。私はよくここにショートトロを入れて遊びに行ってます。バイバーイ。黄色のチェックのワンピース、ここに黒いごついブーツを履いている。
これこそ私の本当の私服っていう感じがして好きですね。可愛いとかっこいいの合わせ大好きです。ですがジブリ要素は少ない。ということはこちら、猫バスのスカジャンです。かっこいい。こちらは中が黄色なので黄色のワンピースと合わせがとてもいいです。私が着ているスカジャン、実は2018年バージョンです。こちらの商品が大ヒットしたため2020年にもう一度再販されました。ですが実は袖の模様が違うので私は自分が持っているものの方が好みです。こちらのスカジャンは疾風という字が書いてあり、私は風という字でふーちゃんという名前で活動しているため、とってもとっても思い入れが強く、高いのに思い切って買いました。当時お友達にたくさん写真を撮ってもらって本当に楽しかったな。ありがとう。ここに合わせるカバンは紅の豚のデニムのトートバッグです。デニム屋さんとコラボのものなのでとってもしっかりしていて使いやすいです。こちらに隣のトトロ猫バスのカラビナをつけるとスカジャンとの互換性が高いですね。コーディネート見ていただきありがとうございます。このような動画初めてなのでいろいろ心配なのですが、楽しんでいただけましたか？最後まで見ていただきありがとうございます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。